早速今日は獣医さんへ、獣医さん、獣医ぐらいの質問ということでちょっとかけてみました。もう汚いご意見、今までのご経験から来るお知恵をお貸しいただければと思います。たくさん届いております。はい、まずは、猫関係ですね。はい、はい、松山市の YN さんです。うちの猫は食べたらいつも5分後ぐらいに吐きます。時々は毛玉が混じっているのでブラッシングをまめにするようにしています。少しの量ずつ与えています。小粒の餌に変えたりしていますが、何か他に対策はありますでしょうか。胃が悪いんでしょうか。ご心配ですね。はい、はい、そうですね、はい。まあ、猫ちゃんはですね、よく吐く動物ではあります。うん、まあ例えば月に 2,3 回とかですね、毛玉吐いちゃうとか、それぐらいだったら、まあ、そう心配することはないです。うん、ただし、この方の猫ちゃんのように毎日、食べたら必ず吐いてしまうっていう場合は、やはり何かこう胃に、あるいは食道とかに異常がある可能性もあります。はい、まあ、食べて、結構でもそんなにぐったりしてなくて食欲もあるということでしたら、まあ、それほどねこう大きな病気ではないかもしれませんけれども、やっぱり軽い胃炎があったりとか、あるいはですねこう胃自体がこう動きが悪い、まあ、なかなかその蠕動っていう胃の動きがうまくいっていない可能性もあるので、やはり一度かかりつけさんなどでですね、検査してもらった方がよろしいんではないでしょうかね。どういった検査になるんですか？そうですね、まあ、最近はエコーの検査が割と多いですね。超音波によって、胃の動きをこう見たりとか、あるいは胃の、まあ、胃壁ですね、胃の壁、はい、壁の部分の厚みを見たりとか、そういうので、こう検査ができますね。胃の壁の厚み、はい、厚みが関係のあるんですか？やはり胃炎を起こすと、粘膜の厚みが増したりとか、まあ、あとは本当ひどい場合は胃潰瘍とかもあるので、はい、その場合はこう胃にこう陥没部位が見えたりとか、はい、そういうこともあります。そういうのがもし発見された場合って治ることはあるんですか？もちろんそれは、はい、どうやって？お薬を使ったりします。あるいはですね、そういった異常が見られない場合は、まあ、この方の、ね、中にもこうご質問の中にもあります通り、こう餌の種類とか粒の大きさを変えたりとか、うん、あとはやっぱその量だったりとか、うん、そのご飯の回数などを変えて対応したりとか、ということができるんではないかなと思います。もしかしたら胃が悪いかもしれない方、はい、一度チェックを、はい、そういうことですね。毎日吐くんだったら、はい、そういうことってことですね。はい、ああそうですか、わかりました。はい、ちょっと関連してうちの猫の相談もしちゃっていいですか？はい、どうぞ。うちも13歳ぐらいだと思うんですけど、はい、よく咳込んだりむせたりするんですよ、はい、最近、はいはい、年のせい、お年寄りはねよくむせたり、人間でもある、猫もそういうことはあるんでしょうか？そうですね、やはりまあそれは胃とか食道というよりはもしかしたら喉の問題かもしれませんし、あるいは気管とか肺の方に異常がある可能性もあると思うので、やはりそれも一度見てもらった方がいいと思います。それはどうやって見るんですか？検査ということですかね。あいや、それではやはりなかなか見れないので、レントゲンを取ったりとか。レントゲン、はい、じゃあ麻酔をかけ、まあおとなしい子であればそのまま取れると思います。おとなしくないですね。おとなしくない子は、まあ、場合によってはちょっと鎮静剤を使ったりとかそういうこともあるかもしれないですね。はい、じゃあただの老化で嚥下機能が弱ってるだけじゃないかもしれない。かもしれません、はい。ちなみに、はい、まあ人間だと嚥下機能をこう、はい、
下降を緩やかにするあいうべ体操とかあるじゃないですか、はい、えーとかいう、えーとか、はいはい、猫はなんかそういうのないですか、演劇のなんか猫はなかなかないんですね。ない、あの猫はですね、実は、うん、あの、うん、食べたものが胃に届くまでの時間がすごく長い動物なんですね。へー、はい、人間とかだったら割ともう10秒とか20秒ぐらいで、ごっくんだね、はい、もう胃の中に入ってしまうと思うんですけども、うんうん、猫はですね40秒から1分ぐらいかかるのがあるんですよ。はい、はい、なので、非常にゆっくりですから、それがさらにお年を取るともっとゆっくりになってしまって、で、こう吐き戻したりとかっていうこともありますから、うんうん、まあ、そういう場合はやっぱり食べ物の形状だったりとか、あるいは量っていうのを変えていく必要があるかもしれないですね。特にあの演技機能を向上させる体操とかはできないと、体操はちょっとないと思いますね。わかりました、はい、こっちが工夫せないかもですね。そうですね、飼い主さんの工夫になると思います。わかりました、はい、はい、散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン。さあ、今日は一色動物病院の一色和幸先生にいろんな質問を答えていただいております、はい、ワンちゃんに関してですね、はい、松山市の龍之介さん、はい、犬を飼ったことがないので素朴な質問ですが、カットやシャンプーに月1ぐらいで行っている小型犬などの話を聞きますが、行かないと永遠に毛が伸び続けるんでしょうか。はい、もしも分かんないよ。そんなことはないんですけれども、あのカットに行く理由、まあ、目的はやはりですね、うん、あの例えばですけども、長毛の子たちですね、ワンちゃんでしたらプードルとか、はい、他にも、まあ、長毛の子はね、ゴールデンだったりとかいろいろいますけど、ゴールデンレトリーバー、はい、はい、まあ、まあ、ゴールデンはなかなかカットはしないですけどね、うん、まあ、プードルとか、あとマルチーズ、あ、長毛の子だとね、お顔も毛がぶら、はい、かぶってるような子もたまにいますよね。ヨークシャーテリアとか、そういう子がいますよね、うん、あのそういう子たちはあのずっと伸び続けるわけじゃないんですけど、はい、毛が絡んじゃって、うん、あの毛玉になったりするんですよね。毛玉、はい、もつれてもつれてみたいな、そうですね、もつれて、それがこう皮膚の上に蓋をしてしまうような状態になると、うん、蒸れて皮膚炎の原因になったりはするんですよ。あらいかん、はい、なので、きちんとですね、定期的に、毛を短くして、で毛玉なども取って、うん、はい、あのいるということですし、あとは例えばあのまあ、目の周りにある毛とかもですね、時々短くしておかないと、はい、あの目に入ってしまったりして結膜炎の原因になったり角膜炎の原因になったりっていうこともあるので、はい、そういうので、まあ、あのちゃんとカットとかトリミングをしておかないといけないと。じゃあ永遠に伸び続けるわけじゃないと。ないですね。でもカットした方がいいよ。そうですね。あとあの足の裏とかですね。足の裏、はい、もう毛がどんどん生えてきてしまうので、はい、それをある程度カットしておかないと、うん、短くしておかないと滑る原因になって、あの例えばお家の中で飼ってらっしゃる
床が滑りやすかったり、はいはい、毛で滑りますよね、はい、その毛で滑って転んで何か骨折とかね、そうですね、痛めてしまうということもあり得るということですよね。怪我やいろんな症状の原因になるんですね、伸ばしっぱなしは。そうですね、はい。じゃあ短毛ちゃんとかは別にカットはしなくていいんじゃないですか、ね、ブラッシングぐらい、はいはい、シャンプーもそんなにしすぎなくていいと思うんですね。あ、そうです、はい、本当に月1回とかだったらいいんですけども、はい、シャンプーしすぎると皮脂が、うん、剥がれすぎて、はい、逆に皮膚のこう免疫力が弱ってしまうので、はい、かえって皮膚病を起こしてしまう。じゃあ月に何回ぐらい、まあ多くても 2,3 回までですかね。あ、そうですか、はい、まあ、皮膚病になってそれを治すためにシャンプーをしている方もいらっしゃるので、それはまた別ですけれども、健康な皮膚の健康な子であればそんなに洗いすぎない方がいいですね。わかりました。私もこれ3ヶ月ぐらい髪洗ってないんですからね本当ですかそれペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。